なあ、イズナさ。なんだ、です。最後にゲームを楽しいって感じたの、いつ？悪いが、イズナは負ける。空白に敗北はないの。まさかあれがワービーストの一部のものだけが持つと言われる物理限界をも超える力、結界。負けねえぞ、です。さて、この圧倒的な力の差、すでに勝負は決しておるわ。ある程度は予想はしていたが、まさかここまでとはな。計算できない。物理限界超えてるって言ったろ。いくら物理の式立てでも通用しないってこった。こういう時は任せろ。兄ちゃんのブラフとハッタリン、これだけのスピードがあれば俺が避けるのを予測してその両方を塞ぎに来る。そして俺が避けないと判断した瞬間、今度は正面に2つ。しまった、イズナはこれを狙って。ソラ、シロともにシンオンフラット、確実なヘッドショット、偽装不可能。取ったぞ、イズナ。第六感があろうが読めなかっただろう。あの時シロがジブリールの弾に挑弾させて狙ったのがお前ですらなく、その下女の子にしがみつき運ばれる捨て符だったとは。なんだと？ NPC の女の子の動きには規則性がある。つまり予測できる。しかも NPC に足音はなく、捨て符は意識を失っているから殺気すらない。感知するのは不可能だ。そしてステフにはゲーム前、シロが地面に書いた命令に従え、
だがその記憶は失えって名約で縛っておいた。ラブパワーの補給が来たらエネルギー切れ直前にまっすぐ撃ってですの？あとは動きを計算してその場所に誘導するだけ。バカな、そんなものもはや計算ではない、それこそ未来史ではないかとでも思っているのかいじいさんずっと俺らの信号をモニタリングしてイズナに報告してただろ。まさかそれすらも利用して。ゲームってのは究極的には2つしか取れる行動がない。戦術的行動か対処的行動、主導権どっちが握るか。今回は俺らがずっと主導権を握っていた、それだけのことだ。あんたらは動いているつもりでただ単に動かされていた。その結果は必然であって未来史じゃない。弱者には弱者のやり方がある。獅子に素手で挑むのは獅子に任せるよ。さて勝者のゴールはまだかな、じいさん。勝者エルティア、名約に従い東部連合はルーシア大陸の全ての権利をエルティア王国に移譲する。ねえ、朝とシャツ残したのにどうしてパンツ打ったの？分かりきった質問するな妹よ。この大観衆に白の裸を見せられるか。まるで私なら問題ないという言い方ですわね。まあ今回はドラちゃんのファインプレーが光ったじゃございませんか。おお、ジブリール、お疲れ。すべて作戦通りよくやってくれたな。はい、マスターのご命令とあらば。これで、おお、これで東部連合は、ワービーストは。イズナ、お前に責任はない。本国が下し私が命令したことだ。違うよな、イズナ。楽しかったからどうすればいいかわからなくて戸惑っているだろ。そんなわけねえです。負けたせいでたくさんの人が苦しみやがるです。でもあの時イズナタン笑ってた。なんでこの顔は笑いやがった。せいで東部連合は支配され、たくさんの人がイズナが楽しいなんて思ったせいで。安心しろ、イズナが何を思うがどうせ俺らは勝ってたから。どうだ、全身全霊を死力を落としてもまだ勝てない相手がいる気分は控えめに言って最高じゃね。初めて負けて悔しかった。だからこそ楽しかった。それが分かったら俺らは友達だ。ようこそイズナ、お前はもうゲーマーだ。今度こそ負けねえぞです。なあ、イズナも勘違いしてるようだが、誰も死なないし誰も苦しまない。この世界はゲームなんだ。根本的に間違えてんだよみんな。ヒマニティの学習と経験から生じる未来予知に到達しうる知恵。いいわ、信じてみようじゃない。フィー、すぐ帰国するわよ。やることは多いわ。はい、なのですよ。綺麗です。ちょうどいい。でも今は却下。マスター、今日は乗り気でございますね。イズナタンの尻尾洗うのワクワクだから。くすぐってえです。しかし随分仲良くなったものでございますね。あれほど勝負に負けて悲観していたのに。ねえ、あの後イズナタンに話した。東部連合エルキアに統合されても誰も苦しまない理由。
それは何なのだ。何を吹き込んでイズナをたぶらかしたんだと聞いているこのハゲザルが。たぶらかした？事実を言っただけだ。何だと。心配するな。言ったところでお前には何もできない。それに大変、大変ですわ。トーブ連合が、トーブ連合が、トーブ連合がゲーム前、大陸領土からめぼしい人材や技術を大陸外に移していた。だろ。知ってたんですの？普通に考えたら俺だってそうする。ならどうして放っておいたんですの？せっかく大陸を取り戻したのにこれじゃ。それでいいんだよ。まだゲームは終わってないんだから。え？なあ、東部連合の全権代理者さん。ようよう楽しそうやね。あても寄せてもらおうか。巫女様。あてが巫女。よろしゅうな。海よりも遠からに月闇の光へようおいでやす。本当によろしいのですか？このような場所にこんなハゲザルどもを入れて。かまへんかまへん。もう勝負は終わってるんやろ。すまねえ。一番いいね。タマコの用心ですわよ。礼儀をわきまえなさいな。しかし本にやってくれよったな、ハゲザル。あ、さすがエルフ。思ってた以上に手が早い子って。エルフ？どういうことですの？技術者や物資を大陸外に移動すれば、あんたらは領土を活用できない。再びアテラに勝負を挑みに来る。そこで潰せばいい。そう考えていた。ほんに。その隙に患者を通じてエルフと接触、アテラのゲームのからくりさらして勝ち目を消すなんてな。こう。せやけど、アテはそれも読んどったよ。ちゅうか、あんたらこそがエルブンガルドの回しもんやと思うとったしね。けどまさかアバントヘイムまで巻き込んどったとは。なあ、一体いつから仕組まれていた。これでも私はかつて18億議会アバントヘイム政府の一翼、それなりに影響力はございますので。エルブンガルド、アバントヘイム、ホンデエルキア、こんだけの国にアテラの手の内ばらされて、イマニティはともかく、エルフやフリューゲルまで出てきたらどうあがいても勝てへん。やれやれよ。せやから東部連合はエルキアに対して即時報復させてもらうわ。巫女様。もっぺん言うてろか。ほんにやってくれよったのう、ハゲザル。ただでは死なんぞ。いいぜ、受けて立とう。七面倒くせえ駆け引きにもそろそろ疲れてんだ。手っ取り早くコイントスで決めようぜ。不服？いんや、ただあての反省が、たかがハゲザル2匹に根っこから潰された挙句、その差配がコイントスかと思うと面白うてな。やっぱあんたもゲーマーらしいな。じゃあ俺が勝ったら、東部連合は大陸以外の島も含めて全ての領土をエルキアに併合。あてが勝ったら、ワービーストの権利の保証、自治権、そして大陸資源の提供や。報復って割にはワービーストの保護が主な条件か。どっちにしろエルフたちが攻め込んできたらそれまで。そんなことしかできへんいうことや。せやから、もしあてが負けても、イズナやイノ、民を無下に扱わんと誓ってたも。巫女様。おお、見直した。ええから、はよ始め。では世界一物騒なコイントス、行きますか。落ちる前に表か裏かを選んでくれ。俺はその逆ってことで。ええんか。
ああ、ではアッシェンテ。結界は物理限界を突破し、全ての反応、動きを捉える。このままでいけば142回と3分の2回転で床を打ち、4回の跳躍を経て 5.2 秒回転し、裏で止まる。範囲内に魔法の反応はあらへん。あての動体視力を侮った？いや、そんなはずない。でも裏や。すごい結果になったな。困ったな。こりゃ両方勝ちか両方負けか、どっちになるよ。ソラ、わざとらしいぞ。ですん、あんた最初からこれを狙って。両方勝ちだと両方の要求が通るってことだから、つまりエルキアの傘下には入るが、ワービーストの権利は保障され、自治権は維持、大陸資源は相互活用、東部連合はエルキア連邦となる。どう、両方勝ち両方負け、どっちがいい？お前、東部連合を支配してワービーストを滅ぼすんじゃなかったのか？それが違いやがるです。なんで俺がケモミーコパラダイスを滅ぼさなきゃならんのだ。イズダのようなアルティメットプリティなアニモーがワンサがいる種族だぞ。どんな鬱こじらせたらそんな世界の宝を滅ぼすって結論になる。もう熱すぎ。本に最初から最後まで踊らされたっちゅうわけや。けどな、たとえ連邦組もうが、あんたらのおかげでエルフには手の内がバレとる。いずれエルヴンガルドは宣戦布告してくるだろうな。そしたらふっかけた上で返り討ちにしまおうぜ。できると思うとるん？できるさ。実は俺らの勘じゃな。名役で記憶を改ざんされた上でエルヴンガルドに報告してる。だからあんたらのゲーム内容間違って伝わってるぜ。じゃああの時、記憶を改ざんする権利をかけてクラミーと戦ったのはこの時のため。これでエルヴンガルドが仕掛けてきた時点でこっちの勝ちは確定、同時にエルフの国もいただきってことだ。そこまで考えていたと。チェックメイトって将棋でいう王手とは違う、打ち取ったという報告だ。だから最初にお前に会った時に言ったろ、チェックメイトってさ。それでどっちにするんだよ、両方勝ちか両方負けか。わざわざ言わせるんか。こんいけず、両方の勝ちでええわ。よし、これでエルキア連邦誕生。あんたらどうするつもりや。まさかまた対戦でも起こすとか言いよるんやないやろうね。だったらお前らの主の駒奪ってるよ。奪ってはいけないから奪わない。ああ、俺らの目的はずっと変わらない。シンプルで単純、手と打ちのめす、それだけだ。打ちのめすです。相手は唯一神ですぞ。ああ、それがどうかした？神を倒そうなんておもろいこと考える人らやね。できると思うとるん？さあ、具体的なことはさっぱりだが、ヒントはある。一つ、なぜ種の駒はこの形をしている？一つ、なぜこの世界にはイクシードと呼ばれる16種族が存在している？一つ、あの地平線に見えているものは何だ？つまり
神への挑戦権は駒を全て集めることだとしたら、むしろアテラの種の駒を奪わなあかんのやないか。いや違うな。それは盟約に反する。盟約に？一つ、なぜ絶対遵守ではないルールを銃の盟約という。どういうことよ。忘れたのか、盟約その銃。みんな仲良くプレイしましょう。つまりみんな仲良くしなきゃこのゲームはクリアできない。駒を奪い合うのではなく、一つ一つの種族が、知性ありしと自称する16の種族が、その理力と知力と視力と裁力をもってこのディスボードに知恵の塔を築き上げ。なんじら、自らの知性を証明せよと。いいね、いいよ、やっぱり楽しくなってきた。ほんと君たちを呼んで正解だったよ。待っているよ、全ての種族と共に僕のたもとまでおいで。そしてしかし、気楽に言ってくれるわね。世界最大国エルヴンガルドを中から切り崩せなんて。どうするつもりなのですか。方法があるなら知りたいくらいよ。でもやるしかないのよ。イマニティが勝つにはそうするしかない。クラミ、弱者が弱者のまま強者を下す方法を、自分が自分のままで自分の限界を超える方法を、飛べない身で空を飛ぶ方法を、あの男はいつも見つけてきた。絶望と苦しみと暗闇の中で。気のせいじゃないのですよね、クラミ少し変わったのですよ。そう、負けられないって気になっているのかもね。だから手伝ってくれる？当然なのですよ、クラミーのためなら世界だって敵に回すのですよ。やってやろうじゃない。見てなさいよ、ソラ。さて、じゃあ俺たちも行くか。ですわね。に、でもまだ。ああ、分かってるよ。え、なんですの。まだ何か巫女様に因縁をつけようというのか、このハゲザルが。因縁ってわけじゃねえんだが、巫女っていうからにはいるんだろ。ずっと気になってた。はあ、神髄権限心象一通神格設定底辺用意感として呼びかける上妙の者。異界序列1位オールドデウス。異界序列1位オールドデウス。さあゲームを始めよう。